こんにちは、柴田です。今回は久しぶりに Zoom のマルチに関してのお話です。 Zoom のマルチストンプ MS シリーズの、プラスですね、新しいやつが出てまあまあ経ちましたので、ここら辺でねおすすめ度合いというかありかなしか的なねお話をねさせていただきたいと思います。完全にね個人の見解というところですので、皆様的にもですねどういう感じかっていうのはぜひコメントいただきたいなと思います。というのもですね、ここ最近千葉管楽器にですね結構 MS50G プラスがね入ってきてるんですよ。要するに中古で動き始めてるというか売り始めてる人がね非常に多い印象です。もちろんね売れたからこそ中古に出回るっていうところではあるんですけれども、必要ないなっていう方々がいらっしゃるということではありますよね。僕の個人的な見解をね今日はお話しさせていただくんですけれども、ありかなしかに振り切っちゃうと大げさなジャッジになってしまうので、おすすめ度が何パーセントみたいな感じでですね今回はお話ができたらなと思います。それぞれね皆様環境が違うと思いますので、初期型持ってるよとかいろいろねあると思うんですが、今回はねそういうのを抜きにして、個体としてどうなのかっていうところでのおすすめ度合いをですねお話しできたらと思います。じゃまずはね MS50G プラスですね。皆さんアップデートはしましたでしょうか。今 MS50G プラスはバージョン3というか 1.3 まで出ております。バージョンアップをするにはアプリがね必要なんです。こちらのね、Zoom の GL4MS50G プラスというのがございまして、こちらはね、50円です。スマホと本機を接続してアップデートするっていうね、非常に簡単なやり方ではあるんですけれども、お金取るんかいっていうところですよね。50円なんでね、ありかと思うんですが、今回アップデートされたのは、歪みもありましたけれども、どっちかというとね、コンプだったりとか、エキサイターとか、若干地味めなものがね多かったように思います。あとにコーラスも入ってましたね。とはいえですね、 G1X4 とかに入っている、メタルゾーンのモデリングだったり、あとはね TS のターボとかですかね、コーラスは通常のコーラスが入ってましたね。 Zoom シリーズの中で新しいものっていうのはそんなに目立たなかったかなというところです。正直なところね、もうちょい増やしてほしいなっていう感じはしますね。アップデートしたところで今102のエフェクトになってるのかな。全てを入れても 80% ぐらいの容量なので、まだまだ本機にね直接入れれるから、もっとねアップデートしてほしいなと思います。でおすすめ度的にはですね、僕はねありかなとは思ってるんですよ。最初の頃はね期待度にねちょっと届かないなっていう感じはあったというか、期待値がね高すぎましたね。一番売りにしてたのがアンプモデリングの IR 機能、これね期待値がね非常に高かったんですけれども、ライン録音に対応していないとか、アンプのリターン差しにも対応していないとか、おいおいおい的な感じのね言葉がね、辛辣なコメントはね結構ね見ましたけれどね、ホームページでもねそれがね一番売りになってるような感じだったんですよ、リリース前は。でもね叩かれてたんで、今はねそれがねガツンとはね書かれてないです。ホームページもねちょっと変わってます。でもね MS50G の初期型よりもアンプを除くと、歪みにしろ空間系にしろ、あとコンプとか EQ その辺はですねやっぱレベルは上がってるなという風な感じはしました。歪みはね音も太めになってますし、空間系はね広がりがというかやっぱ強くなってますよ。ただアンプは思っていたところに全然届いていなくて、初期型の方が僕的には好きです。その辺ね好みもあるかと思うんですけれども、 MS50G プラスは個人的にはありで、おすすめ度としては75点的な感じですかね。価格帯といいですね、歪みにしろ空間系にしろ、リバーブだったりとかEQ コンプ等々ですね、あとアンプモデリングもそうですけれども、1台でこれだけが揃うっていうのは本当ねコスパ的にもね素晴らしいと思います。歪み系はね実際に実機と比べたりもしてるんで、ぜひねその動画もご覧いただきたいんですけれども、そりゃ違うところは違うというか違う感じはするけど、似たような雰囲気はね出てると思います。エフェクターの勉強にもなるし、ここぞっていう時にこれ1台あると、何かと便利だなというところでね75点という風な感じでございます。皆様の点数はいかがなもんでしょうか。
で続いてはですね、まあ、歪み系黄色の200ですね。こちらもアップデートがございましたというところなんですけれども、これはねアプリがねちょっと高いです。100円。まあ、一つのアプリでこのシリーズがアップデートできると思ってたら一個一個買わなきゃいけないんですよね。まあまあめんどくさいなというふうな感じでした。そして歪みが200入ってるっていうのは売りなんですけれども、今回のアップデートはねほとんどコンプとかちょっと期待外れのところがねございましたね。まあ、エフェクトタッチは非常に面白いというかですね、まあ、本当に幅広くて、あとはですね組み合わせができるんですよね。まあ、直列並列あと並べ順とかで独自のサウンドを作っていける、ミックスサウンドというかですね、まあ、コラボサウンド的なものを作れるようになってて、機能的にはね非常に面白いなとは思うんですけれど、個人的ね正直なところ個人的な意見なんですけれども、使える歪みはね非常に少ないというふうに感じました。なので僕は購入してからねほとんど使ってないですかね。 MS50G プラスは結構使ってるんですけど、この中に入ってるのでこと足りてるというふうな感じなので、まあ200はね本当にほぼ使ってなくて、もうここにねずっと眠りっぱなしになっております。まあ、ここに眠りっぱなしになっている理由として MS50G プラスを使ってるからっていうのが一番の要因ではなくてですね、まあ、実際にやっぱね歪みっていうのは自分のねイメージがあるんで、やっぱねコンパクトでね買いますよ。単体で集めますね。やっぱ音もねそっちの方がいいですし、好みのねコンパクトエフェクター3つぐらいあればまあそれでこと足りるかなっていう風な感じなんですよね。まあ、せっかくね200種類も入ってるんですけれども、まあ使えないものの方が多かったらね、まあ本当に、ね、あるだけという風な感じなんでね、まあ今後のアップデートでねもっといろいろね出てきたら面白いなと思うんですけど、200に入っている、まあ、ジャン・レイだったりとかブルース・ブレイカーとか、まあ、その辺はね非常に面白かったんで、まあ、そういったねハイエンド系的なのがねしっかりとしたクオリティで入ってくるともっとね使い勝手が良くなるかなというふうな感じですかね。個人的なおすすめ度としては、まあ、正直40点以下かなっていうところです。まあ、あくまでもね個人の見解なのでね、あまり流されないようにしていただきたいところなんですけれど、続いてはねこちら空間系のね 70CDR プラス、これはね、まあ、正直なところね僕はねありだなと思ったんすよね。まあ、MS50G プラスの時にもお話しした通り空間系ね結構ねやっぱり強くなってます。音の強さがね全然ね初期型よりはね良くなってるんですよ。初期型はね結構やっぱね音質的というかね雰囲気的には似てたんですけれども、圧感がねやっぱ全然違ったんで、実機とはねその辺がしっかりとこう上がってきたなというところで、あとはねプリセットがね割とね面白いというか、こういう組み合わせでこういう使い方があるのかっていうね勉強にもなるし、普通にプリセットだけね鳴らしてても使えるものはね非常にたくさんありました。なんか歪みとかだったら自分のこうイメージとかがあったりとかするんで、割とね音作りねしやすいところかなというか、まあ、着地が見えやすいものかと思うんですけれど、まあ、レコーディングしたりとか、まあ、コピーしてる時に自分の想像をね結構ね超えてしまうのが空間系だと思うんですよね。だから何使ってんだろうみたいなところから入ると思うんですけど、まあ、70CDR のプリセットをこうやってね見ていくと、おーと自分ではこう作ったことない音がですねたくさんこう飛び込んでくるんですよ。なので経験値を超えた音を最初から作ってくれてるのが入ってたりもするので、こういう時に使えるなとかっていうのをこうやって鳴らして思想した時になんか感じるというか、これ自分では作れなかっただろうなみたいなね音がね入ってるのがやっぱ素晴らしいなというふうな印象でした。なのでこちらに関してはね僕の中で、ね、評価高いです。 MS50G プラスと同じ75点というところですね。まあ、活動の仕方にもよるかなと思うんですけれども、いろんなバンドのね、まあ、バックバンドやったりしてる方とかだったらめちゃめちゃいいと思うし、まあ、例えばグランジやりますみたいな、ニルバーナやりますみたいなのであれば、まあ、スモールクローンね一発あればいいんで、それも実機持ってた方がねいいかなとは思うんですけど、まあ、レッチリなんかはねたくさんねいろんな空間系も使ってるんで、そういうのでもね役立つかなというところですね。まあ、表現方法が幅広くなるというところでも、まあ、勉強の部分もこの機種はねあるかなというふうな感じがいたします。
というのが私のですね感想でございました。ちょっとねドライブに関しては若干低めな点数になっております。まあ、ちなみにですね MS50G の初期型に関しては僕のおすすめ度はもう90です。めちゃめちゃいいし今中古市場では下がってきているのでまあお買い得なところかなと思います。まあ、個人的な見解ではございますけれどもまあぜひですね参考にしていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。